ねは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 ね大盛りでも良かったかな。あとこれ家から持ってきました。じゃん、ナスのぬか漬け、きゅうりのぬか漬け、はい、自分で漬けました。最近自分でぬか漬けやってます。最近ぬか漬けが楽しい。そんな、日々を送っております。アイドリング時間が長くなっていますよ。なんかやっぱぬか漬け、ぬか漬けになんか具のいっぱい入った、もう俺は具汁って呼んでたけど、具汁に味噌汁なんだけど、それに、これ、ぬか漬けにご飯、なんかそれを考えると、最近そのご飯は食べているけども、いただきます。ばあちゃんを思い出す。ばあちゃんが94歳まで生きた。93だったかな、94だったか、まで生きた理由はなんとなくわかります。はい、ナスのぬか漬け、きゅうりのぬか漬け、両方とももうちょっと漬けてもいいのかなって感じがします。ぐらいまでかな、食べてたばあちゃんのそして母親の金の入った先祖代々の入った、ぬか漬けには勝てないけど、まあ俺の金の入った、でもその先祖代々から受け継いだ金の入った俺の手でもみもみしたぬか漬けで漬けたきゅうり、結構近い味にはなってきたんじゃないかなと思います。シラスもあるし、納豆もあるけど、ぬか漬けが最高。
がだいぶ近い。ジェットボイラー壊れたんで、味噌汁を一回一回なんか買ってるんで結構金がかさばっちゃいます。ジェットボイラー直ればいいな。じゃあ出発します。片付けて。